い、皆さんこんにちは、さやです。今日は前回のね続きでテリアさん購入品の後半をやっていこうと思います。で、皆さんねもうお気づきかと思いますけれども、まとめ撮りをしています。日曜日じゃないや、今日はね金曜日なんですけど、お休みの日にねまとめ撮りをしているので、もうすべて同じ格好でね撮影してるんですけど、気にしないでね見ていただければなと思います。はい。で、今回は この間はね前半戦でシンプル系のモノトーン系のね商品をご紹介しています。で、今回は後半戦ということで可愛い系のねそうものをね紹介していこうと思います。はい。で、まずはですねこちらのノートになります。これもすごく可愛くてやっとね発見したっていう感じなんですけれども、こっち表ですね。で、裏がねこんな感じ、裏はねこうなってます。はい、可愛いですよね。なんかねもう女の子してる感じ。はい。で、中はもう普通ですね。こんな感じでピンクのね罫線が書かれてますね。こういう感じでね。で、サイズがね英語のサイズになってます。ちょうどいい大きさ。私ねこの英語のサイズすごい好きなんですよね。はい。で、できればね中身もこの罫線じゃなくてね違うやつだとよかったな。まあ可愛いのでね使おうと思います。はい。で、私こういうノートをねいろいろ買ってるんですけど、結構ねもう貯めてっていう感じでちょこちょこね小出しにしながら使ってますね。で、その時の気分によって使いたい新しく下ろしたいノートをこう探して使っているので、可愛いのとかシンプル系なものとかって自分が気に入ったものをこうたまにね買ったりして集めてますね。結構ね収集癖があるのかな、今までそんなのなかったんですけどね。はい。で、続いてがですねこちらのブロックメモになります。これもねすごい可愛い感じのブロックメモだったので買いました。で、100枚あるんですよね。なので結構ねあるのでいっぱいね惜しみなく使えるかなっていう感じです。これはねなんかただの表紙だったのかな、くっついてないんですねこれね。はい。で、中は、はい、こんな感じのねブロックメモになってます。で、これはね全部同じ絵柄ですね。同じ絵柄なんですけど、こう全部ね濃い印刷がかかってますのでいいですよね。こう一番上だけ濃くて表紙だけ濃くて中が薄いっていうのもあるので、ちょっとね気をつけて買わなきゃいけないんですけど、最近のはね割と全部この濃い印刷になってきているので私はちょっとね嬉しい。はい、こちらですね。で、続いてがですねこちらのジップバッグですね。クマちゃん柄のねジップバッグになります。で、これ食品直接入れられますね。うん。で、間違いあっていいなと思ったんですけど、ここねありがとうございますって書いてあるのですごい可愛いなと思って買ってきたんですよね。うん。で、一応これもねトラップなんですけど、開口部が約 7.5 センチ、ここねここが 7.5 センチで取ってあるものですね。あ、そういうことか。はい。これは、ここから開くみたいですね。こんな感じで。はい。上にね、ついてないもん。ここから開いて入れられる感じ。で、マチもねしっかり合ってくれて、こんな感じでねここに入れてあげる感じですね。で、これねちょっとやっぱここ開け口が狭いのかなと思うんですけど、でもまあねこれぐらいの大きさの袋なのでそんなに大きいものを入れないのでこれぐらいでちょうどいいんじゃないかなと思います。で、これクマちゃんもね、クマですねクマちゃんもね可愛いので買ってきました。はい。クマとね、何がいるんだろう。これクマクマなのかな。うん。まあ一応ねこれこのパターンがあるみたいですね。
これもクマちゃんなのかな、柄違いなのかな。はい、で食品も直接 OK ということですね。こちらです。で続いてがですね、こちら、これも可愛い、これもねキュートアメリカンということで、すごい可愛いので買いました。これも食品直接 OK ですね。はい、でね中が見えるっていうことで、すごく可愛いんじゃないかなと思います。こんな感じで中もね、あのこうツルツルしてる感じなのでね、いいですね。でこれシールとか何もついてないものなので、まあお手持ちのねシールかなんかこうつけてこうね折ってあげると可愛いと思います。で手前はもうクリアな感じになってるのでね、中身が全面的に見えるタイプですね。可愛いですね。で後ろがねあのクラフトシーっぽくなっているので、ちょっと触り心地もねいい感じです。まあいい感じっていうか、私が好きなだけで皆さんねどうかわかんないんですけど、ちょっとねこれ可愛い。はい、で続いてがこちら、まあ、かんだねアイス柄の袋ですね。でこれはちゃんとねタイもついてくれてるので、ワイヤーコードがついてるので安心ですね。これ一つでもうラッピングができますっていう感じのですね。はい、開けるとこういう感じになってます。手前にですね柄がね来る感じですね。このねアイス柄すごく可愛いですね。で後ろがねちょっと薄い黄色になっているので、全体的にこうほわんと淡い感じのイメージじゃないかな。はい、後ろはお腹にね。でこれについてるワイヤーコードのタイっていうのがねすごい可愛いです。ピンクでこう白いねドットになってるもの可愛いですよね。はいはい、で続いてがですねシールに行こうかなと思ったんですけども、ちょっとシールはね後回しにして、すごくね可愛いシリーズがねセリアさんで発売になってました。はいね、そちらのシリーズをご紹介していきます。はい、でまずはですねこちら可愛くないですか、これ。はい、チュッパチャップスのスナップケース、スナップポーチなんですね。クリアって書いてあって、これねジャンコード両方とも同じなので、一つだけねここに表記しておきます。はい、でこうやってねブルーとピンクがあって柄がね少し違うので、両方これは買ってきました。でブルーの方からね開けてみようかなと思いますね。はい、で開けてみるとこんな感じになっていて、後ろにねポケットが一つついています。珍しいですねこの感じで、後ろにポケットが一つついてて、ここはねパチパチこういうねパッチになっていますね。でブルーの方がねこの柄ですね。でマチがだいぶあってねいいです。マチがあって中に仕切りがねここ一つ仕切りがあるんですけれども、これでね少し区切れます。ただここはそんなにねあの入らないかなと思うんですけど、この大きさでね3箇所区切られてればだいぶ使えるんじゃないかなと思います。ですごく可愛くっていい感じですね。持ってても全然いいんじゃないかなと思います。はい、で今のがブルーで、でこちらがねピンクになります。はい、でピンクはですねまたちょっと違った感じですね。はい、でここのポケットは同じ作りはね基本的に一緒になってますね。一緒で、でねこの模様が違います。これねチュッパチャップスがこういっぱい散りばめられてて、これもピンクの模様になってますね。はい、で結構ね柔らかいです。柔らかいのでもう持ちやすいと思います。はい、これ私あれにしよう、ちっちゃいねバッグ持ち歩く時のあのリップとか入れるやつにこれ使おうと思います。このねチュッパチャップス系の新商品がね割と出てました。で続いてがですね、はい、こちらのこれもねチュッパチャップスのフラットポーチになります。
これもね、すごく可愛かったです。これね、2種類あったんですけど、今回はね、1種類だけにしました。こんな感じで。で、後ろはね、もうあの、水玉、ドット柄ですね。で、手前にここに大きくロゴが入ってる感じで、私このね、ピンクがすごい好きなんですよ。これ、可愛くて買ってきました。こういうフラットポーチもいろんなもの入れて持ち運びができるので、すごく便利なんですよね。私結構ね、この手のフラットポーチいっぱい持ってますね。はい、で、続いてがですね、こちら。これもね、最近お約束ですよね。必ずこのシリーズが発売されると、この大きいのとちっちゃいのとワンセットで出されてます。で、S サイズと M サイズになってるファスナーケースですね。スライダーケース。これもね、すごく可愛いですよね。必ずこれ出されますよね、シリーズに一つは。はい。で、S サイズがこちらですね。あ、中の紙だと思ったら、これ、ここね、白くなってるので、中身がね、見えなくなってて可愛いです。私、今ね、会社のバッグに絆創膏とか入れてるのが、キキララちゃんかなんかので、全部中身見えちゃってるので、こっちにね、新しいのに変えようかなと思います。はい。で、こっちがね、M サイズになりますね。これもね、手前がもう全部ね、柄になってて、中身が見えないような感じです。で、後ろ側はね、こうちょっと半透明なので、中身はね、見えるんですけど、ちょっとね、これも可愛いですよね。はい。で、これですね、ここのね、色もちょっとね、薄い水色になってて、すごいそれもね、可愛いと思います。これね、チュッパチャップスのシリーズはね、すごい可愛いです。はい。で、続いてですね、こちらもね、急に変わるんですけど、ロッツォのミニポーチを買いました。はい。このね、ミニポーチなんですけど、この大きさで買ってきました。これね、ロッツォのやつもすごい可愛いんですけど、最近ね、ロッツォにハマりつつある。これ可愛いです。このね、色が好きなんですよ。濃い赤っていうか、濃いピンクっていうか、ね、カラーがすごく可愛いですね。で、この大きさのポーチも何気に可愛いと思って買いました。これにね、印鑑入れて持ち歩こうと思います。今セリアで買ったあのエバーポーチのちっちゃいやつに入れて持ち歩いてたんですけど、こっちに変えたら可愛いかなと思って、これね、1個買いました。はい、ロッツォのポーチですね。で、続いてが、こちら。はい。これね、犬と猫がいて、今回この犬、これ絶対柴犬ですよね。めちゃくちゃ可愛い。巾着ですね。巾着も結構便利で、形問わないので、なんかね、いいなと思って、最近巾着もね、購入頻度が高いかな。はい、こんな感じで、ちゃんと耳までね、ついてくれてますね。これ閉じるとね、耳がこう、中身が入ってればね、耳がここ、表に来るのかなと思うんですけど、こんな感じで。はい。で、形がね、定まってないこの巾着系っていうのは、いろいろこう入れて、ぐっともう縛ってしまえば、持ち運び楽なので、これに化粧品入れたりとかしても、全然私はね、可愛いかなと思います。で、猫ちゃんの方もいたんですけど、今回はね、こっちのワンちゃんの方にしました。はい。で、続いてこちらになりますね。これも巾着ですね。ミニポリ巾着。で、これ2枚入りになっていて、キキララちゃんのね、はい、こんな感じの。これもね、新しい商品ではないなと思ったんですけど、ちょっとね、ずっと迷ってて、今回ね、買ってきました。これも可愛いですよね。このサイズのね、ミニポリ巾着も結構使いやすいのでいいです。私こういうのにね、生理用品とか入れて持ち運んだりします。で、このまんま私バッグに入んなかったりするので、このまんまね、こう入れて出かけるときは主人の車にポンと置いたりとか、自分の車にね、このままこうポンって置いてたりとかするんですよね。だから中身が見えないっていうのはまず、大事な感じなんですけど、使いやすいですね。はい。
で続いてがですね、こちらのメッセージシールになります。これねちょっと前回のやつでご紹介すればよかったんですけど、一つ紛れ込んじゃってて、今回のねこっちの可愛い系でね紹介しちゃいますね。はい、ケアマークっていうことでね、何かこう郵便発送するときにね、配達員様へということで大切なお届け物が入っています、丁寧な取り扱いをお願いしますっていうような感じの文章だったりとか、まあ壊れ物だったり濡れ物とかっていうシールになってますね。これ一個貼るだけでね全然可愛くなったりするのでいいなと思って買いましたね。はい、で次がですねこちらのフレークシール、これもねチュッパチャップスのねフレークシールになってます。で1枚ずつね見ていきましょうね。ではね1個ずつ見ていきますね。まずはこちらからですね、いちごちゃんになります。はい、でこれねあの大きいフレークシールとかじゃなくて普通のサイズのねフレークシールになります。でこちらのドリンク、これもねすごい可愛いです。でこちらですね、はい、こんな感じのカラーがね少しこう変わるような感じのねチュッパチャップス。でこっちのねブルー系のチュッパチャップスも可愛いですね。であとはこれ、これはオレンジかな、レンジで、こちらのロゴですね、こんな感じのねロゴと、あとはこちらのロゴと、でまあ王道のねこのロゴの色ですね。であとはこちら、これかわいいチュッパチャップスになってるやつで、最後がこちらになりますね、こんな感じのねもうかわいいですね。はい、はい、でこれでね今日買ってきたのは以上になりますね。今日買ってきたのというかねご紹介するのは以上になります。はい、で私ねあの最初にも言ったんですけど、まとめ撮りをねして、でその間にちょこちょこ撮影したのをこう挟んでいってるような感じで動画の方を流していったりしてるので、ちょっとねあの順番がばば、この前半後半はくっつけてね流すようにはしてるんですけど、もう購入品の間に何か違うものだったりっていうのをねこう小刻みに挟みながらやっていこうかなってこう思ってやってきてたので、ほんとね全部がね購入品紹介ではないんですけれども、なるべくね毎日こう更新してこうなるべくこう購入品をね紹介していければなと思っています。はい、今日もね可愛かったですねって思ってくれた方は高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。コメントもどんどんお待ちしています。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。